カール・レンナ・アルドルフ・ヒルファーディング、オーストリア・マルクス主義は、19世紀末から第一次、世界大戦前後の時期までのオーストリアで活動した、マルクス主義の一派である。オーストロ・マルクス主義、オーストリア派、マルクス主義と称されることもあるが、後者については、いわゆる、オーストリア学派経済学とは、ほとんど無関係である。オーストリア・マルクス主義の名称は、 第一次世界大戦前に、アメリカの社会主義者、ジャーナリストであるルイス・ビー・ブーディンによって命名され、1890年代から1900年代にかけて、理論史、闘争などを舞台に、独自の思想集団を形成していったカール・レンナー、マックス・アドラー、ルドルフ・ヒルファーディング、オット・バウアーら、若いマルクス主義者によって担われた、理論活動を意味するものであった。 彼らの多くは、哲学的には新刊と派の影響を受け、政治的には、社会民主主義左派に位置していた。この潮流は、19世紀後半以降ドイツ社会、民主主義陣営内部で台頭した、ベルンシュタインの修正主義と、ロシア革命以後のボリシェビズムの両者を批判しつつ、この二つの中間の立場を理論的に正当化し、 両者の間に立って調停しようとする思考性を有していた。しかしその独特の民族理論に見られるように、彼らは政治分析において現実のオーストリア・ハンガリー二重帝国の意義を過小評価する側面があり、ヒルファーディングに代表される経済分析によって社会主義革命の必然性を理論づけながらも革命思想としては客観主義、 大気主義的態度に陥る傾向を持っていたとされる。オーストリアマルクス主義派と呼ばれた理論家集団は、哲学的には新カント主義やマッハ主義、経済学上のオーストリア学派の限界公用理論、ベルンシュタインの修正主義理論、多民族国家であるオーストリア・ハンガリー二重帝国の民族問題など、同時代の理論的問題に取り組み、あるいはそれらの影響を受けた。 彼らに共通する特色は、マルクス主義を完結した、理論体系とみなすことを拒否する点にあった。また、競技の政治理論に止まらず、経済理論、心理学、教育学、社会学、芸術、文芸理論、音楽社会学など多岐にわたる。その活動は、両大戦間期の赤いウィーンの文化活動に体現されている。オーストリアマルクス主義は、必ずしも、 哲学の分野においては一枚岩ではなく、例えば M アドラーやバウアーが新刊と派哲学に依拠して社会科学の認識論的位置づけを目指したのに対し、F アドラーのように新刊と主義に反対し、マッハ主義の立場に立つ者もおり、バウアーも後にはマッハ主義に転向した。しかし、この集団の中で特に哲学上の中心的存在となったのは M アドラーであった。 彼は、カントの認識批判に基づいて、マルクス主義から世界観的な要素を切り離し、それを、社会に関する一つの厳密な科学として、捉え直そうと努力しながらも、他方、カントの認識論、倫理学をもって、マルクス主義を補完しようとしたベルニシュタイン派の、修正主義に対しては、批判を加えた。この結果、カントの認識論に依拠しつつ、 マルクスによって示された歴史図式を維持しようとするエムアドラーの立場は一方では社会主義への発展を歴史的必然として受け入れながら他方では一切の革命的行為を拒否する待機主義に陥ったとされる経済学においてヒルファーディングをはじめとするオーストリアマルクス主義派はナショナリズムを帝国主義の出現の重要な要素と捉え 保護主義政策と領土拡張主義の関係を重視した。1904年、オーストリア学派のベームバベルクが限界公用理論の立場からマルクスの労働価値説を批判すると、ヒルファーディングはマルクスの労働価値説を資本主義社会の運動法則を発見するための武器とみなす立場から反論するとともに合わせて、 労働活説の関連性を主張しつつ、限界公用学派との接中を図るベルンシュタイン派に、対しても批判を行った。続いてヒルファーディングは、資本主義の発展の新局面すなわち、帝国主義下の理論的把握に向かい、帝国主義的展開を資本主義の発展能力の、証明とみなし資本主義の崩壊から、プロレタリア革命へという戦略を捨て議会を通じて、 全身的改良を主張する修正主義を批判の対象とした。と同時に彼は、資本主義の神経体を単なる過渡的混乱とみなす、マルクス五強派のカウツキーの理論も批判した。ヒルファーディングは、主張、金融資本論において、完全に展開する、経済現象を、マルクスの理論体系のうちに取り込むことを試み、 独占資本と金融資本の形成という二つの減少形態をとる資本の集中過程を分析し、金融資本の支配をもって資本集中の最高度の形態と考えた。そして、これが階級関係における生産の社会統制の確立をもたらし、経済の中央集権化、組織化、計画化など組織の面で、 社会主義を準備すると展望し、社会主義革命の必然性を結論付けたのである。さらに口述するバウアーラの民族理論の影響を、受け広域経済の優位を主張した。二重帝国の民族分布19世紀末、オーストリア社会民主党は、民族別に編成された党の連合組織となっており、その内部では、ドイツ人社会主義者とチェコ人社会主義者との対立が、 深刻化していた。社会民主党は1899年のブリュン綱領で民族問題についての基本的見解を出したが、民族運動との妥協を経て、それは当初構想されていた文化的自治論ではなく、立法、行政単位としての自治的地域の上に民主的な諸民族の連邦を構想する内容となった。このブリュン綱領を さらに理論的に進化させる仕事をなったのが、レンナーとバウアーであった。レンナーは国家と国民、国家をめぐるオーストリア諸国民の闘争。バウアーは民族問題と社会民主主義、バルカン戦争とドイツの世界政策などの著書において、こうした理論活動を展開した。彼らは、 ブリューン考量が示した属地的組織による民族自治というプランを基本的には承認しつつも多民族のモザイク的混イが進んだ二重帝国においては立法、行政上の自治を担う属地的組織のみでは少数民族の問題を解決するには不十分と考え属人的組織による文化的自治というアイデアを導入した。また同時に この地域の社会主義革命にとっては、ドナウ経済圏が一体に保たれた方が有利であるという観点から、現在の二重帝国の枠組みを透明に維持すべきであるとした。具体的には、政治、経済領域に関わる、属地的民族別組織の民族的地域と、文化的領域に関わる、属人的民族組織の民族共同体を重ね合わせる、二次元の連邦が、 提唱されたただし、これより先については、レンナーバウアー両者の理論には大きな隔たりが存在した。法学者であるレンナーは、複雑な民族問題を国政党法において理論化しようとした。そして帝国内諸民族間の関係を法制度的に調整することが、民族主義運動を背景とした政治的権力闘争を終結に導き、また、 帝国の多民族連邦組織への改祖が将来の社会主義社会におけるモデルとなると展望したのである。これに対してバウアーは社会学的視点からより広い民族問題の理論的、歴史的分析に向かい民族の本質に迫ろうとした。そして二重帝国やバルカン半島における歴史なき民の覚醒を分析し民族の解放が不可避の政治的、 理論的課題であると考えた。さらに現在の資本主義社会では、支配階級であるブルジョワ階級が民族文化を占有しており、社会主義社会による旧来の資本主義社会の解体を通じて、新たに諸民族の文化共同体が形成されうると考え階級、闘争を重視する態度をとった。したがってレンナーは、 現実のオーストリア・ハンガリー二重帝国を地理的、経済的に見て、必然的に一体のものとみなしたのに対し、バウアーは多民族国家オーストリアの存在は、階級闘争を阻害する、民族対立を発生させない限りにおいてのみ、善任されると考えたのである。第一次大戦期に至って、中央論に影響されたレンガーが、帝国の維持に固執する一方で、バウアーが、 従来の立場を修正して民族自決を許容し二重帝国の解体を展望するところまで両者の見学は広がった。以上のようなオーストリアマルクス主義派の民族理論の影響を特に強く受けたのが同時期にロシアで活動しロシア社会民主労働党内の有力フラクションであったユダヤ人社会主義団体ブンドであった。 文度は1901年の第4回大会において、ユダヤ人の民族的独自性、諸民族の非領域的連邦国家構想を採択し、翌1903年、ロシア社会民主労働党の第2回大会において、党組織の連邦化を主張し、多数派と衝突して、大会をボイコットする事態になった。文度の主張は、レーニンらによって厳しく批判され、 分度に影響を与えた、バウアーら、オーストリアマルクス主義派の民族理論も、民族自決を否定する、文化的民族自治論として、ルクセンブルクの民族理論ともども、レーニンやスターリンの批判対象となった。またバウアーが、言語や、地域の共通性を必ずしも、民族の本質として重視せず、文化的要素に重きを置いたことは、言語を、 民族の本質とするカウツキーからの批判を受けた。オーストリアマルクス主義派の民族理論の同時代での影響については見解が分かれる。一つは、ブリュン綱領やこの理論の発展にもかかわらず、オーストリア社会民主党からのチェコ人組織の分離独立を回避できなかった点をもって、同党内部においてもこの理論の影響は限定的で、 ドイツ系党員の民族主義的なドイツ人有意論や偏教な国際主義に対抗することができなかったというものである。もう一つは社会民主党内で直接に帝国の解体を主張する意見がほとんどなく多くの民族組織は基本的には帝国の枠組みの維持を望んでいたという点をもって文化的民族自治論は当時の二重帝国において 十分に現実的な理論であったというものである。より後半には以下の人々も含まれる。また初期にオーストリアで活動し、社会民主党結党時のハインフェルト綱領作成に関わったカウツキーを含める見解もある。オーストリアマルクス主義派の源流は1890年代前半に、レンダー、エムアドラー、 ヒルファーディングラによって結成されたウィーン大学の社会主義的学生サークルまで遡ることができる。その後バウアーも加わることとなった。このグループはやがてオーストリア社会民主党の運動と結びつくようになり、彼らが思想上の死と仰ぐオーストリア社会民主主義の父、ブイヤドラーを記念して1904年に総書マルクス研究を発刊した。 ついでバウアーラの編集により、月刊の闘争が1907年に創刊されると、同志は社会民主党の理論機関士となった。彼らはこれらを主な舞台に戦術の理論活動を展開し、オーストリアマルクス主義が次第に形成されていくこととなった。1914年、第一次世界大戦が開始されると、社会民主党は、 第二インターナショナルに加盟する他の社会、民主主義政党と同様、祖国防衛を唱えて、国際主義を捨て、帝国政府による戦争遂行政策を支持し、気打ち平和を主張した。このような党首流派に対するオーストリアマルクス主義の理論家の態度は様々であった。レンナーは他民族国家オーストリアの維持を図る立場から、 戦争政策を支持し、同様にバウアーは一兵卒として従軍し、ロシア軍の捕虜となったが、エムアドラーやエフアドラーは、党内少数派として、カール・マルクス協会を結成、キウチ兵は論を批判し無賠償、無兵合の即時停戦を主張した。さらにエフアドラーは停戦実現のため1916年10月、当時のシュルク首相を暗殺した。 特別法廷での彼の弁論は大衆に支持され、この頃捕虜交換により帰国していた、バウアーも少数派に合流した。そして、バウアーは、帝国内の諸民族による民族自決を是認する左翼民族綱領を発表する一方で、レンナーを説得して、党内左派の立場に賛同させようとした。結局、オーストリア・ハンガリー二重帝国は、 大戦末期の1918年10月に崩壊し、翌11月には、オーストリア共和国の成立が宣言される。この中で、社会民主党は、プロレタリア革命を遂行し権力を奪取する道を選ばず、共和派と連合して、政権を形成し、経済的に社会化を進めながら、選挙による統制拡大を図り、革命の機会を待つという方針を選択した。 さらに、戦後、党の指導権を掌握した、バウアーラ・サハは、第一次大戦への参戦を支持した、愛国主義的な右派を、統一と団結の名のもとに免罪した。国際運動においては、1922年、バウアーやエフアドラーにより、第二反インターが設立され、大戦と、ロシア革命による、 第二インターとコミンテルンの分裂を調停し、社会主義者の国際組織の再統一を目指した。しかし以上のようなオーストリアマルクス主義派の態度は、レーニュナラボリシェビキ派からは、和解できないものを和解させようとする、日和見主義であると猛反発を受け、また、第二反インター自体もほどなくして、社会主義労働インターに吸収されたため、運動としては、失敗に終わった。 その後、オーストリアマルクス主義派は、改良主義とボリシェビズムの間に立ち、社会主義運動の両陣営への分裂を批判、調停する、第三の道を標榜する立場を打ち出し、1926年の社会民主党リンツ綱領によって定式化した。この頃、オーストリアマルクス主義派は、思想集団としてはほぼ解体していたが、オーストリア社会民主党が、 国際社会主義運動の中で急速に影響力を失う中、左右の意見の対立を抱えながらも、党の統一を守ることができたのは、このような朝廷的立場の成果とする評価もある。オーストリアファシズムの台頭により、オーストリアマルクス主義の理論家たちは、1934年の反ファシズム放棄の失敗後、亡命あるいは沈黙の道を歩むことを余儀なくされたが、 第二次世界大戦後に至って、レンナーの大統領就任に見られるように復権を遂げた。近年、オーストリアマルクス主義はもっぱらその民族理論を中心に再評価が進んでいる。すなわち、冷戦終結後、かつてのオーストリアハンガリー二重帝国領が相当の部分を占めるユーゴスラビアで内戦が激化すると、 従来民族受血権の否定として批判されることが多かったオーストリアマルクス主義の文化的自治論にも注目が集まることとなった。そこで評価されているのは融合内戦で露呈した民族受血権に基づく国民国家の限界を予見し必ずしも少数民族の分離独立へと収束しないオルタナティブな民族政策を提示した点である。 領地力、オーストリアマルクス主義。小沢博明、オーストリアマルクス主義。赤いウィーンは、社会民主党が姿勢を掌握していた1919 19年から1934年までのウィーンを指す。ただし、修正主義との違いはそれほど明確ではなく、オーストリアマルクス主義も新幹と派によって、マルクス主義を補完しようとした、という評価もある。領地力、 前傾。ただし、レンナーが、民族問題における、俗人主義原理を重視して、文化的自治の表現を取らなかったのに対し、バウアーは、俗地主義原理と、俗人主義原理の相互補完を主張した。塩川信明、民族とネーション、P63。ただし、バウアー自身は、ユダヤ人への自治不要を否定している。丸山慶一、マルクス主義と、民族受決権。 p187。小沢博明、オーストリアマルクス主義、世界民族問題辞典。倉田ルレンナー、p146。オーストリアマルクス主義を、労働運動統一のイデオロギーと規定したバウアーは、後にこの思想的潮流の起源を、1889年の、ハインフェルト党創立大会におけるブイアドラーによる、党の統一への努力に求めている。 以上、ブラウンタール、社会主義への、第3の道第二章。安代船、社会民主主義。ありがとうございます。